スイカの新スタイル実況というわけで、まあ、節分ということでね、まあ、鬼企画ですよ。この鬼パーティー、節分パーティーで、まあ、レーティングバトルに潜ります。そして対戦相手の方はこれセレナさんですね。ちょっとね、ちょっと、ね、穴が小さくてね、何が書いてあるのかわからへん。ヒートム、ガブリアス、パルシェン、リザードン、不思議花、ホルードっていうような感じでしょうか。多分先発ヒートムから来ると思うんで、ここね、しずくちゃんから行きます。で、鬼ドリル、鉄火やと、こんな感じで行こうと思います。お前、節分やからさ、俺ちゃんと、この、昨日さ、木製のマストを、この大豆買ってきたからね、今から、商品デビュー紹介です。まあ、節分ということなんで、ちょっとね、鬼、節分を一人で楽しむ方法っていうのを皆様にお教えできたらそれでいいかなと。まず、大豆ね、じゃあマスに、この、入れていきます。あ、これでも節分っぽさがめっちゃ出てくるんじゃないですか？もうちょ、全然見えへん。誰か出てきた、多分ヒートメやと思うねんけど。OK、当たってたね。ここはね、多分ボルトチェンジから来ると思うんで、ここね、ミラーコートから行きます。はい。ミラーコートして、まあヒートメから何かしらのポケモンを倒せるというね、そういう狙いで。まあボルチェンが来たんで、まあなんか適当なポケモンがやられますね。全然食らわんやん。強っ！ちょっと待って。あ、大豆がこぼれた大豆が、あーあゴキブリヤンキンやで、これ。大丈夫ちょっと待って。どこ行った。俺、実況できてないぞ、このゲーム。ホルード、これ倒せましたね。なんか知らんけど。ちょっと待って。どこ、全然どこ。オッケー。これで、とりあえず、ミラーコートで、ホルード、倒せませんでしたね。全然ダメじゃん。ここはね、地面半減なんで、ここね、影に交代します。はい。影に交代しまして、まあ、そっからなんか、コーダのコアーダムしたら多分倒せると思うんで、ここちょっと、あと、ずれてますね。これで許してくれ。あとね、一つ言うていい。ガムシャラー、あ、強いよ、それ。それ強いわ。やられとるやんけ、お前。やられとるけど大丈夫か？まあ、ホルードにやられてるぞ。まあ、さすがにうちの影矢をね、素早さに振ってるんで、ホルードよりも早かったら嬉しいかな。っていう感じですね。早かったね。オッケー。早かったはいいけどさ、これ、ヒートムどうするんやろ。ちょっとね、試させて、ちょっとな、大豆をね、試させて、ちょっと。はい、この通り、どうですか？もうこれ、大豆ですよ。これで鬼は外したね。鬼は内です、鬼は内。お前、鬼が大豆を持つっていう、この矛盾点をね、心より解決していくからね。お、見とけ。で、今もっていうか、中途半端にさ、ちょっと画面が切れてるの申し訳ないな。影の HP が、ビビたる秒しかありません。で、ここは、うちの家具屋さんは、ストーンエッジを搭載してる陽キャ家具屋なんでね、これで、まあ、持っていけるといいよね。どうあ、いい。あ、いいやん。多分裏、リザードンとかやと思うけど、あ、いい感じですね。うちの家具屋の性格がまさかのテレアっていう、控えめで厳選するつもりが、まさかの、ちょ、これリザードンやと思うねんな。テレアちゃんが出てきたっていう。まあ、テレアちゃんのリザードンは、ま、可愛いんで、あ、じゃあ、影は可愛いんで、まあ、それはそれでありなんじゃないかな。どう？ちょ、これね、ドンキホーテで500円ぐらいで売ってたのを買ってきたんですけど、これどうですかね？ちょ、可愛らしくないですか？いや、僕、スーパーとかで普通に買えると思ったんですよ。まあ、それがなかったんで、そこがちょっとびっくりしましたね。ここ、安らも多分買えると思うんで、ここガクアブレイクいきます。ちょっと商品レビューしていこうか。ああ、もうな。めんどくさい。髪ボサボサやでも。大豆商品デビュー紹介いきます。大豆美味しいんでしょ、多分。いただきます。あ、うまい。これどこさんやろ。どこさんの大豆や。原子耐えるやろ。耐えます。これはね、これ京都市下京区で、これ京都さんですね。あ、京都さん大豆美味しいですよ、皆さん。ぜひとも、食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいです、京都さんの大豆。うん。おらあ、これは勝てるかもしれませんよ、皆さん。ボボミルク下がったでしょ。まあ、これでね、しずくちゃんも十分仕事できたんで、あとはもうヒートムに対しても、まあ、何もすることないんで、まあ、このまま退場でいいんじゃないかなと思います。ただ負け筋としたら、原神の力で、なんか中途半端に、素早さが上がったりとか、わあやめて、そういうズル。お前、そういうズルは反則って言うねんぞ。お前、いい加減にせよ、それ。おい、せっかくさ、うちのオリジナルいる。これ、素早さ振ってるんですよ。スカーフなんですよ。これ、こだわりスカーフやのに。おい、死ぬやんけ、お前、大丈夫かよ。
まあまあ、ここ八つ当たりしかできないんで、ここ八つ当たりをしますけど、ちょっと抜かしてくれよ、ここ。抜かせよ。よーしよしよし、いけるいける、防御下がってるから、これも、まずは一匹、オッケー。皆さん、オリドリルの攻撃出力値ご存知ですか ?90 なんですよ。90といえば、あの、有名な、ミミッキュと、全くもって同値。まあ、同値なんでね、これなかなかやる。で、この HP ですからね。この HP だったら、まあ、これは余裕で、八つ当たりでね、終わりですよ。勝ちましたね、これはね。あ、見といてください。この、鬼ドリルのね、これ超耐久、超火力っていうのは、ね、絶対耐えると思った。絶対耐えると思った。対戦ありがとうございました。トラヒコさん、対戦、よろしくお願いします。神多いな、さっきから。なんか人のこと言えへんけどさ。いや、ちょっとびっくりした。合図即決かよ。何、ジネシス理論か？ジネシス理論っては思えない。なんか、結構ヤーティーとか、焼け物なりそうなポケモンワンサかおるけどな。大丈夫か？ね、こちらのパーティー、チョボガキがね、結構、使えそうなんで、チョボガキ使います。先発はね、多分、ここ後から来ると思うんで、ここはね、まあ、チョボガキから行きましょうか。で、あと、かぐや、あと、しずくちゃんでいいんじゃないかな。しずくちゃんで、こんな感じで行きましょうか。対戦よろしくお願いします。さっき一戦目はね、ちょっとはっちゃけすぎたんで、ちょっとね、こっからは、真面目に、おとなしめにね、まあ、実況していこうかなと思います。はい。ちょっとミミッキュ出てきたらちょっと対応が変わるかもしれないんで、そこはね、ちょっとご了承ください。まあ、出たらうちのパーティーミミッキュ普通に出てきそうだけどな、なんか炎タイプのポケモンめちゃくちゃ一貫してるんで、まあ、炎タイプのポケモンが比較的来やすいんじゃないかなっていう、そういう気持ちはございますね。ギャラドスか。あ、別にギャラドスは問題は全然ないですね。多分ここあいつさん、あ、来ていいや来ていいや、うえーって感じだと思うけど、これね、全然問題ないですね。これ溶けるがあるんでね。この溶けるが強いんですよね、このギャラドス。竜の前、あ、好きにしていいよ。多分、あ、これ飛行ジェットかな？まあ、飛行ジェットギャラドスかどうかはちょっとわからないですけどね。ちょっと飛行ジェットギャラドスはちょっと舐めてもらっちゃ困りますよ。うちのこの奇跡の耐久っていうのをね、ちょお見せできたらちょっといいかなと思ってるんですけど、ここどうしようかな。ちょっと多分、このタイプのギャラドスは、いやでもメガ進化よこれも明らかメガ進化でしょ。いやこれ溶けますしばらく、うん、ちょっと変な、あ、オッケーオッケーオッケー、別になんかあの変なポケモン来てもギルガルドも全然問題ないぞ。うちのポケモンこれね、悪いけど多分ゴーストゼットとかで飛ばそうかなっていう考えしてると思うけどさ、いや抜かせるからね、これも全然問題ないからね。虫の抵抗も使えるから、なんかそんなに気にするとこも全然ないんですよね。ここ自己再生いきます。多分ゴーストゼットも耐えますよ、こいつやったら。もう一応 HD 特化なんでね、もう舐めてもらっちゃ困る。シャドーボー、はい、まあちょっと見といてください。うん、どれぐらい強いか。あ、この通り。あ、ちょっと D 下がったわ、反則。いや、ちょっとそういうね、運をね、最低空がちょっと反則級だわ。まあこれでね、皆さん分かったんじゃないですか、この超負けの強さっていうのを。おしっこちびるでしょ、これも。ちょ、ゴーストデッドやめてね。おー、シャドウボー、はい。やめて、そういうの。ほんとに。ほらもう、一応確定2発はちょっと外れてるっていうような感じっぽいですね。まあこれでさ、ちょっと、何減った今。減ったか。今全然減ったようにしか見えへんねんけど、大丈夫かな。なんかこれ、普通にチョコ巻きだけで勝てそうやねんけど、大丈夫っすかね。おー、これシャドウボールの PP が切れて終わりそう。おー。ただちょっと急所待ちっていうところがちょっとデメリットになるかなって言ったような、そんな感じなんで、まあ、そこさえ目つぶれば特に、まあ、何も問題ないかなって言ったような感じですかね。まあ、ちょっと特攻が一段階下がったんで、ここ、かぐやに交代します。オッケーオッケーオッケー。まあ、ここはね、正直ここはさ、相手、キングシールドしてくるんですかね、ここ。僕、ここ、キングシールドそこまでしてくるようには思えないんですよね。だから、来てくるとしたら、なんかの、ギャラスバックとか、その辺があり得るかなと、僕は思ってるんですけれども、どうですかね。まあ、一応別にここは、大文字からで、聞くけれど、もうストーンエッジをしたいな、ここ。普通に。ギャフンと合わせたいね。うん、ここスイッチいきます。ギャラドス来るんじゃないの？ここは。で、あいつさんこれ禁止持ってないな。あ、ガブリアス。ガブリアスか。あ、ガブリアスはまあ、別にそれは問題ないかな。あ、まあ、別に当たらなくてもええわ。あ、それは問題なし。うん。じゃあここはもう、拳デッド行きましょうか。
あ、見とけ見とけ。大文字。あ、珍しいね。大文字持ってるんか。でも全然食らわんな。あ、そんなしかない。あ、玉でそれかよ。もちろん俳は抵抗するで。キコブシや一体今、ちょっと待って。今のうちちょっとね、節分の行事をしたい。ここにミミッキーがいますよね。僕のね、節分の文化っていうのは、鬼は外っていうのじゃなくて、僕、ミミッキーは外、鬼は内なんですよ。まあ、なので、そこを機にちょっとね、お見せしたいと思います。はい、ミミッキーは外、ミミッキーは外、ミミッキーは外、あとで大豆回収するのめんどくさい。あ、これでね、服を笑うことができたんで、これで問題はありませんね。さて、こいつ残したらしんどいよな。雫に交代します。あ、全然食らわんねえ。多分これで、ストーンエッジもなんとかあるんじゃないかな。一応、雫ちゃんは残しといて損はないポケモンなんで、ここもう一回かぐやバックでもええな。ああ、かぐやでええな、ここ。かぐやに下げます。はい、ここもう一度。で、そっか、あーでも、ちょっと迷うな。いや、いいか、ここかぐや下げます。うん。なんか変な技してきそうなんで。地面技なんか、ドラゴン技とかでなんか激輪固定できたら、それはそれで、美味しいかなって言ったような、まあ、感じですけど、普通に大文字できましたね。呼ばれましたね。普通に。やっちゃいましたね、ちょっと大豆邪魔。大豆が邪魔や、ほんまに。たまぁ、ちょっとこれしんどいなぁ。あー、まぁ一応ここはガグリアスだ。特に、手力でもなんでもないんで、ここはもう、自己再連打で、いいですね。自己再連打でいきます。お前これ大文字しかしいひんな、こいつ。大文字しかしいひんや。全然食らわんな、ほんまに。全然食らわんくてびっくりしたわ。まぁちょっとこれ自利品な戦いになっちゃいますけど、ガルドの特防がね、D 下げられない限りは特に、まあ、問題はないかなって言ったような感じなんで、あとプラス、ガルド、キングシールドはなさそうなんで、まぁ、あ、特になんもなく、なんとかいけそうですね。多分ここガルド来るでしょ。まぁ、あ、ここガルドは問題なくて、虫の抵抗から行きまして、そっから、まあちょっと雫ちゃんがめんどくさいかなってところがあるんですけど、まあ一回下げて、そっから様子見っていうのも、まあ一つありなんじゃないかなと、私は思います。いや、ほんまに弱いな。まあ食べ残しガルドだったらちょっと正直どうしようもなかったんですけど、それさえ目つぶれば、まあ特に何もなしって言ったような、まあ、感じなんで、いや、なかなか優秀ですね、本当に。なかなか優秀だわ。まあ、自己再生で。多分あいつはなんか勝手にシャドウの PP がなんか切れるから、なんか途中でどっか適当に PP 挟んだりしてで対応するのもありかもしれませんね。うん。じゃあここ交代しましょうか。うん。別にここね、ギャロスにまた再び交代されたとしても、別に問題はなくて、雫ちゃんで、なんとかなるんで、まあ、ここはまあ呼ばれてもいいんですよ、ここ別に。呼ばれてもいいんですけど、毒毒入れたかったね。毒毒入れたかったんです。ここで多分、調子乗って、竜の舞してくると思うんですけど、このね、僕ね、吸血鬼迷った結果ね、これ飛びかかる。こう飛びかかるって技は相手の攻撃力を下げるんですよ。まあ、相手の攻撃力を下げるということなんで、このギャードスに対して、飛びかかるガン刺さりするっていう超攻撃。竜の前の起点も許さないっていう。まあ、これチート地みたいな能力を持ってるんですよね。まあ、吸血鬼だったら吸血鬼。多分相手竜の前してくるから。まあ、このね、相手さん、ドヤ顔で、虫タイプ弱点なのに悪タイプになりましたね。まあ、これは別に問題ないですよ。あいつさんちょっと常に甘かったですね。まあ、このね、鬼のね、牙のように、この飛びかかるがね、襲いかかってきます。まあ、多分、3分の1ぐらい。まあ、結構食らうね。結構食らうね。あ、やるやん。まあ、普通に食らってびっくりしたわ。あ、これ勝ちましたね。これも、結局はやっぱり、あいつのおかげですね。うん。超巻さん、よく頑張ってくれたね。ここはね、変えようかって迷ったけど、別にええわ。別に問題ないですね。うん。まあ、多分これで、普通に勝てるんじゃないかな。まあ、ミラーコートでもしましょうか、適当に。アクアブレイクでもいいけど、なんか、キングシールドとかもありそうなんでね、一応ね。まあ、念には念を重ねることが大事なんで、まあ、ここは、シャドーボール来るから、まあ、適当に。全然食らわんな。
全然食らわんじゃん。あーん。あーんって感じだ。低い HP。ガルド HP 低いな。あ、そんなもんか。これ多分ヤイスさん CS ぶっぱですね。まあ、これはとりあえず勝ちましたね、なんとか。どうですか、皆さん、節分。まあ、皆さん、こういう拳でやったりね、ミミッキュに対して豆まき、やってください。あの、この横から、レートからね、このミミッキュ Z 推しのミミッキュをね、撲滅できるように、皆さんで頑張っていきましょうか。ということで、対戦、ありがとうございました。神砕く、またいるでしょ。うん。あ、危ねえ。危ねえ。まあ、勝てましたね。はい、対戦、ありがとうございました。